マリア・シュターダー出身のスイスのソプラノ歌手、ブダペストでマリア・モルナールとして生まれる。第一次世界大戦の影響で、モルナール家の家系の逼迫により、旧西軍の手で1919 19年にスイスに連れてこられた。ザンクトガレンのマテル・デ・ベルロッハーの下で声楽を学び、1930年からコンスタンツ・デ・ベルロッハーの父であるハンス・ケラーの訓導を受けた。 1935年からチューリヒでイローナドリゴに指示し、1938年にはトレメッツォでテレーゼ・シュナーベルベア、ミラノでジャニーナ・アランジ・ロンバルディの指導を受けている。1939年にジュネーブ国際音楽コンクールに出場して、声楽部門でフリッツ・オレンドルフと1位を分け合った。体が小さかったため、歌劇場での活動を控え、 主にリサイタルで名声を築き、ドイツリートに加えて、オトマールシェックをはじめとするスイスの作曲家の歌曲を、レパートリーに加えて活躍した。1950年には、ザルツブルクからリリー・レーマンメダル。1956年には、モーツァルテウム音楽院から、銀のモーツァルトメダル。1962年には、チューリヒ氏からハンスゲオルクネーゲリメダルをそれぞれ贈られている。 1964年にはオーストリア政府から芸術功労勲章を受訓した。1969年に歌手活動から引退し、以後はチューリヒで行進の指導に専念した。1999年にチューリヒにて没。ただし、オペラ録音には参加している。ありがとうございます。